忘年会などで飲酒の機会が増えることから、県警などは自動車運転代行の利用を促すため、事業者への一斉指導を行いました。この街頭指導は、運転代行サービスの質を保つことで利用促進を進めて、飲酒運転の根絶につなげることが狙いです。昨夜は仙台中央署員や県の職員らが、青葉区国分町の路上で待機している運転代行業者に声をかけ、運転代行の認定証を備えているかや、第二種免許の有無などを確認しました。飲酒運転根絶の受け皿となっております運転代行の業者さんがですね、適正にそういった業務に当たっているかどうかということを指導していって、飲酒運転根絶の活動を充実させていただければというところで考えております。県警によりますと、午後9時からの2時間で11台を指導しましたが、違反は見つからなかったということです。